はい、こんにちは。もう今2時、もうすぐ2時かな。ちょうど2時になったぐらいです。はい。でね、朝何人だっけ ?6 人ぐらい来てたんですけどね。先ほど、みんな帰りましたんでね。まあ自分もね、ちょっと車、水垢がね、ひどかったんで、磨きしてました。で、まあついでにタイヤもね、綺麗にしてたんですけどね。最近、まあ最近っていうかまあ、水垢がね、本当結構夕方、車見るとね、ボディがすごい、汚く見えたんで、ちょっとずっと気になってたんですけどね。はい。じゃあ、ちょっとこれ、いろいろとね、電池入れてる、100機のケースですけどね。結構使ってます。今回ちょっとあれだな、大きい容量の分、他の分に入れてるかもしれないけど。で、相変わらずね、K110 なんですけどね、前回ちょっとひねくれてたんで、まあ何かしたっていうわけでもないんですけど、たまにね、配線悪いのがあるんだな、これ。ですね、これなんかバッテリー悪いよ。再起動するね。はい、じゃあこちらの、純正のバッテリーで、この1セルでね、本当ブンブンいけるようなね、機体が発売されりゃね、嬉しいんですけどね、そうそうならないんだよな。かといってね、2セルはねパワーあるけど、2セルだもんな。なんかこう1セルでね、楽しくいけるようなのがあれば。そしてなんか最近新しい、スケール機もね、ちょいちょいと出てきてますけど、確か C の186だったかな。はい、ちょっとネックストラップしてないんでね、手元がなんか落ち着きないですけど、うん、今日もね、風が、今どうだろう、2メーター吹いたり吹かなかったり、結構落ち着いてないランダムな風が吹いてます。いいですね、やっぱこれでね、まあどっしりは無理か、重さ的にね軽いんでね、どっしりは無理なんですけど、まあ普通にね遊覧飛行もまあ楽しいっちゃ楽しいんですけどね、まあ大きいので新しい技とかするとき、こういった小さいのでねテストするのもいいかと思います。で結構YouTube 見てる人って結構小型機好きな人が多いみたいでね、うん、結構この、まあYouTube いろいろとね見れるんですけどね、でそれでチャンネル登録がね、確かこの機体の動画では要はこの動画を見た人が登録したっていうのが55人とかねあったんですよ。かといってね、こう大きいのを見るとね7人とかですよね、あいた、うん、だからちっちゃい機体を結構好んで飛ばしてる方が多いのかなと。あとできればね、本当こういったね、小型機で室内でね、こう怖くなく、この背面とかねできればいいかなと思うんですけど、どうしてもねこう旋回系にするとね、家の中じゃ厳しいんだよな。吹き抜けのねある家でならね結構広く撮れるからいいかもしれないけど、うん、普通にジャンプしたら手が届くような家なんで、うん、まあ、これ背面練習にもいいですよね、本当。でやっぱしね、テールパイプはね穴なしの方が確かに強度もあって、前まではねちょっと穴開き最初使ってたんですけどね、
あれ、落とすたびにちょっとふにゃふにゃになっててね、テールがね、ほんと、ホールドしてくれなくなっちゃう。なのでね、今これにして落ち着いてるかなっていうか、まあ、これにして今テール交換はないですね、今のとこ。はい。そしてこれもね、パイ皿とかね、いろいろと名前が、トルネードとかもあるし、まあ、角度によって名前が変わってんのか、ちょっとわかんないんですけど、危ない、あっと、持ってきた。ちょっとね、あれだな。姿勢によってね、テールは抑えきれないときがあるんだよね、これ。大丈夫かな。ここは一回ね、アンプの線なんですよ、モーターのね。これがちょっとこの辺がなんか熱で溶けたんかな、被膜がね、剥げてから、隣同士当たぶつかってショートしてたってね、それが一回この前煙出てたんですけど、まあ今のところね、使えるんで使ってるんですけどね、案外ね、部品、アンプ高いかな、受信機がまあ確かに高いですよね、ジャイロ内蔵の受信機。3800円ぐらいだったかな、結構するよね。機体が1万なんぼだっけな、2000とかぐらいですから。あべあべ、よかった、ボディに行かずによかった。なんか悪いんかな、マストはずれてないから特に問題ないけどな。キャノピーのね、このゴムチンがね、もう破れてるから、これどうだろう、あれ剣かな、ホットボンド？ホットボンドをここにチュッてやってからサクッと刺して、してまあ、固まったらちょっとじわっと動かしたら、オーリングみたいにならないかなと思いながらね。タイマー的には今マイナス27秒、3分、まだ3分か。今フリップなんですけどね、フリップしたらテールがさっき回ったような気もする。まあこの風上に向けてのフリップはね、こう潜り込んでしまうんでね、まあ、こういう時はね、本当ならアップフリップの方がいいんですよね、こう持ち上げてくれるんで。ダウンフリップはね、逆に押し下げられるんで、失敗しやすい。まあ、サイドフリップはあんまし関係ないんですけどね、風向き、向かい風とか、ね、あとはテールが押さえてくれればいいんですけど、テールがね、勝手に回ると本当、もう一気にね、くるくる回ったらもう指が間に合わないんでね。この機体本当、サイドフリップの練習もなるから、ある意味ロールも練習できるよね。センターでゼロピッチして回すっていうね。まあ、あれならちょっとピッチ上げて、こう回して、上げるとか。これ、ただ右ロールと左ロールでね、左ロール苦手なんですよね。ほら、あ、やべ。なんでか左ロール難しいんで、だから大会とかロールリバーサルって言ってね、右ロールの後に左ロールが入るっていうね、そういう演技もありますんで、あと、ちょっとテールがふわふわしてるな。今のでマストずったかな？大丈夫か？もう今もね、昔はケツホバの背面苦手だったんだけど、やっぱし慣れですね。今もこっちでも安心安定できるし、もう側面もね結構練習したんで。ただこっち向きはいいけどね、逆向きがちょっとこう指が 100% ではないね。まあ一応止まってるけど、ちょっとなんか不安感があるっていうかね。
まあ、対面はねもう長年してるんでねいいんですけど、はい。でね、本当は風下、うん、3D するときはね風下に向けた方がいいっちゃいい。スター向こうにね流れていくんでね。でこの時にちょっと、ピルフリのハーフ、回して背面のケツを止める。でまあ起こしてあっとまたピルエットでどうしても私止まんないな。テールが止まんないな。ちょっとね考えなんかいい案があればね、多分多くの方があのこのテールのね止まりで悩んでる方多いと思うんでね。機体はいいんですけどね、まあ、あと新品の機体は本当止まりいいんだよな。かといってね毎回、買い直すっていうわけにもいかんから、ある意味ねこれあの部品の値段からするとあのエンジン機かな、シャトルとかの維持費と総合変わんないんじゃないかなと思ったりね。回んないよ。バッテリーが なくなったのかな。まあ、そういう時は、まあ、多分バッテリーがないとは思うんですけどね。さっきちょっとホバリング回転数が低かったんで、まあ、そういう時は一応、電源入れ直して見て、よいしょ、回ったか。で大きくね、やっぱり激しく落ちた時はね、まあ、ジャイロのね、キャリブし直しの、もうしないといけないっちゃいけないんで。で本当ならこう今ねあれ立ててあのラダー打ってる、あ電池ないやし、はい、電池切れました。立ててね、立て映ってるかな、立ててラダー打ってて、まあアップ引いてるんですけど、まあ、本当ならねエルロも使った方が、綺麗に回るっちゅうかね。まあ、今ちょっとごまかしのピルエットフリップのハーフしてるみたいな感じになってるけど、まあ、その辺もね、どうだろう、まあ、まだ自分左、全然できてないんで何とも言えないんですけどね。右もね練習してないからもう多分できないんじゃないかな。もう長年、ピル振りしてないし、まあかっこいいですよねあれ。やっぱ 3D に憧れてる人が、まあ、いずれしたいっていうのが強いと思うんでね。ただこのテールのね押さえがねやっぱしないと、あれは何してんだろう、テント張るよみたいな、タープか。もう昼過ぎて今2時でしょ。キャンプするにはちょっと早い気もするけど、祭りは来週だったかな。はい、アイドラップ右で、ピル振りこれ昔したよね確か。指が覚えてればいいけどね。右ね難しいな。あれおうおうおうおおお、なんかなんだテールがふわふわする。おかしいな。右打ったのに今左向いたよな、確か。気のせいか。まあ、あの、後ろからのね、背風なんでね、テールが押さえが間に合ってないかもしれない。右ラダーだから右向かないといけないのにな。おかしいな。こう回しながら、あった。むずい。あー、むずい。あー、むずい。あダメだこれ、もうダメだ、多分無理だこれ、できない。あ電池が何だった、はい。やっぱしあのいくらハイボルテージのバッテリーでもね、もう長年使ったらダメです、持ちません。ダメだな。かといってねこの青いやつもね
K100 には本当長く持つんですけど、これにはね、なんか持たないんだよね。なんでか。多分買ってる人結構いると思うんでね、わかると思うんですけど。うん。とりあえず今何分撮ってんだろう。一応録画まだ入ってるんで、多分もう10分ぐらいは撮ってないかな。よいしょ。とりあえず、電池変えました。うん、背風がちょっと強いな。うん、やっぱ回転数低いね。うん、多分パワーが出し切れてないっていうか、引き出せ切れてないですね。浮かない。浮かない。ダメじゃん。あれ。一応ね、電池満タンにしてあのケースに入れてるんですけど、持たないね。ダメだ。こんだけね、結構電池に左右される機体なんで、どうしようか。あとは、ここにいいのがあった。あの社外品のね、600Cまでは書いてないけど、結構容量大きいんでね。これ結構この前飛ばした時、先週かな、長く持ったよね。逆に長く持ちすぎていつ終わるのか全然わかんないぐらい。ただちょっと肉厚なんでね。これはやっぱちっちゃいのはね、やっぱ風のない日が一番いいと思う、練習にはね。まあ風があったら本当それに対応して、まあ、指の練習にはなるんだけどね、こう綺麗にね、こういろいろしたい時なら、まあ、風がない方が。おう、やべ、見えねえ。あとその社外品のあの SUT だったっけ、それのね、モーターもね、あれ高いんだよな。3800円ぐらいしてなかったかな。今円安だからなおさらですよね。今思ったけど、これ途中の、いつの間に折れた、いつの間にか折れちゃうんだね。両方、あ、こっち割るか。よいしょ。はい、ね、今日はどうだろう、あんまし散歩もいないですけど。あ、なんか引っかかっちゃう。あ、取れた。あぶね。結構ね、ここ芝生なんか引っかかりやすい。やっぱ風下でやった方がいいかな。あぶね、危ね、危ね、危ね。危ないね、危ない。あ、やべえな。あ、なんか暴走してんな、これ。落ち着いた。なんだろうな。なんか対策考えないとですよね。やっぱしあれか。
3枚テールローターがいいかな。あとはパワーですよね、モーターパワー。ピルエットサークルとかね、まだ全然練習してないっちゃ練習してないんだけど、ドローンもね、免許、ドローン免許どうする？結構なんかあれ金額結構高いかな、今借りたとは思うんですけどね、安いやつでなんか8万とか、高いのは何十万って、なんかのサイトで見たんですけど、高いよね免許で。その免許があれば、まあ確かにね、その業者だったらね、免許を持ってますので結構信頼性があって頼みやすいかもしれないけどね、まあ免許なくてもね、飛ばせないっちゅうわけじゃないみたいなんでね、どうなんだろうな。でやっぱしあの、学校行って、まあそのね、試験受けて人でもなんかあの、まあ、一回きりみたいな感じなんでね、その後どうすればいいか分かんなくなっちゃうっていうかね、やっぱしあの自己練習がまあ必要っちゃ必要なんですけど、まあもし独学になるんですよね、大抵の人がね、まあ、どんな練習すればいいかっていうのもあると思うんでね、まあ、ドローンの場合はね、基本的には、まあ、GPS があればと、まあ、触らなければ止まってるんですけどね、まあ、遠く離れた時の姿勢が、まあ、手元で、ちゃんとすぐにね認識できるようにね練習しとった方がいいかな。あの機体、まあ、ゴーホームすればすぐ、まあ、勝手に帰ってくるっちゃ帰ってくるんですけどね、結構木々のね多いところに潜ったりしたらね、その木にぶつかって落ちるっていうこともあるんでね、今どの辺を飛んでるかをちょっと把握して、まあ、なるべく木の下には潜らない、まあ、いつでもゴーホーム、入れれるようにね、あの機体の上には何もない状態にして、意識的にこう飛ばすみたいなね。でまあ、空撮もね、まあ、どうだろう、まあ、こだわりがなければ特に問題ないですけど、こだわりがあればね、エルロンとエレベーターの同時打ちとか、ジンバルの角度を、操作しながら、パンするとかね、流し撮りしながら、カメラワーク、まあ、いろいろあるんですけど、あ、やべ、やべ、あと、背面、電池切れた。はい、そんな感じです。ということで、まあとにかくね、事故のないよう、気をつけて、飛ばすのがまあ一番いいっちゃいいんですけどね。はい、じゃあ以上になります。